セムヤザ率いるグリゴリの天使たちが打点し、人間界に逃れたのに気づいたのは、神のもとからあらゆる知恵が持ち去られた後だった。神は彼に言った。打天使たちの魂を人間界から回収せよと。地上界の命運をかけたイーノックの長い旅が幕を開ける。イーノック、神を裏切った打天使たちを天界へ連れ戻せ。それがお前の使命。心配するな、私も彼らのそばにいる。そいつはアーチ、打天使たちが盗んでいった知恵の一つだ。うまく使いこなせよ、イーノック。大丈夫だ、問題ない。よし、行こうか。今度こそ楽しい旅になりそうだ。エンジェルたちもお出ましか。アザゼル、グリゴリの統率者でありセムヤザの右腕だ。久しぶりだな。